28日、日本時間29日、MLB ドジャース6、4オリオールズ、ロサンゼルス、ドジャースの大谷翔平選手が、1番、指名打者、で出場。42号本塁打を放つなど4打数に安打1打点。2盗塁で今季42盗塁とした。打率は、295。また試合前には大谷の愛犬デコピンが支給式に登板し、 見事に大役を務めた。試合後、地元放送局とのインタビューは次の通り、おめでとうございます。今日のスペシャルな試合での活躍とデコピンの活躍はどう思っていますかファーストピッチは僕が緊張してたんですけど、なんとか綺麗に決めてくれてよかったなと思います。どれくらいデコピンは練習したんですか ?3 週間くらいしました。手強い相手へのバッティングと盗塁を振り返ると、 素晴らしい投手だということは対戦する前からわかっているので、少ないチャンスをみんなで何なとかものにできるようにしたいなと思っていました。